埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはライオンズの先発山本がマウンドに上がります。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。ノーボールワンストライクです。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている丸。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上、山本打ちました。伸びていく、どうだ。いや、打席には3番バッター坂本。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。いい球でしたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ナイスボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インコース打ちました。いい当たり。弾き返した打球はレフトへ。4番バッター鈴木、ツーアウトになっています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。打った、伸びていく、どうだ。入れば貴重な追アウトボール。初球ボール。次が2球目。インサイド落ちました。さあ3球目は何か。あそこは手が出ないでしょうね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込みました。打った、これもいったか、伸びていく。いやか、バッターボックスには代打の中村。ダイヤさらに得点を上げ引き離しています。最初は変化球できました。ストライクです。高めのボール、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。松井が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。最初は変化球できました。2球目打ちました。バッターは2番に入っている吉田。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース詰まりました。バッターボックスには3番柳田。ワンアウトになっています。初球は打ち、いい入り方ですね。コース球種とも文句なしです。はい、次は外を攻めて引っ掛けさせたいですね。なるほど、そうですか。打席には山川が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。こういった序盤でも差は詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、高く上がった、レフトが下がっていく。ジャイアンツバッターは5番外崎。ジャイアンツ先制点を奪いましたが、あっという間に同点にされています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。バッター。さあ、そしてバッターボックスには甲斐が入っています。さあ、勝ち越しは防ぎたい場面です。こういった序盤
バッターボックスには代打の森。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれない。ジャイアンツピッチャーが変わります。1打まずは見送ります。ワンボール。バッターは7番に入っている松田。ジャイアンツこの回逆転。バッターボックスには代打の中村。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。インサイド落ちました。高く上がった。バッターボックスは8番ロペス。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち。さあ、そして打席には丸が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。インサイド落ちました。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあどうするか。バッターボックスには松井が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、この点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。縦のスライダー、バットを振らせます。打ちました。ここでライオンズ守備を変えてきました。試合は最終回まで来ました。7番から始まるジャイアンツの攻撃。バッターは村上。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。いい球でしたね。はい、低めにストレートが決まっています。2ストライク2ボールと追い込んでいます。アウトコース打ちました。バッターボックス松田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、初球は何か。いいところへ決めてきます。ストライクです。2球目は何で来るか。誘ってきましたね。振ってきません。外れています。インサイド落ちました。強い打球。打ちました。いい打球だ。下がっていく、下がっていく。ぐんぐん打球伸びて。ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ブルッ、打ちました。バッターは9番に入っている浅村。ツーアウトになっています。初球ボール。スピードボールを持っています。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。インコース詰まりました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。ジャイアンツ